宮崎サンシャイン FM は、宮崎県宮崎市に所在するコミュニティ放送局である。旧公式3階にあるスタジオ1999年2月14日、開局。出力20ワット。送信書は、フェニックスリゾート、シーガイアの敷地内にある、シェラトングランデオーシャンリゾートの屋上。事業母体は当初、セントラルグループ事業共同組合や株式会社級。 南などの純民間企業からの出資で構成されていた。その後、スーパーマーケット松野の社長、松野春吉氏の個人名義で全株保有。松野は社の代表取締役にも就任していた。2019年6月3日をもって、一ち参加となっている宮古市が全株を取得して、買収し、同社代表取締役会長兼社長の石原。 ミノルが社長に就任した。宮崎県や宮崎市などは一切出資しておらず、第三セクターではない。2008年12月からはサイモルレイディオを介して自社番組をインターネット上で聴取できるようになった。毎日深夜0から5時を除き放送していたが、現在は24時間放送。自社番組以外の時間帯はミュージックバードの番組を放送している。 宮崎市内のコミュニティ放送局設置の話は1993年頃から起きていたが、宮崎県と宮崎市の一本化調整で折り合いがつかず、1998年夏頃、宮崎サンシャイン FM と宮崎シティ FM が、ほぼ時期を同じくして、郵政省九州電波通信管理局に申請。人口わずか30万人の証券に、 コミュニティ FM 放送局を2局置いて運営できるのか、懸念されたが、1998年12月21日に、宮崎サンシャイン FM に予備免許が交付。その4日後に、宮崎シティ FM に予備免許が交付され、2局並列状態となった。そして1999年2月8日に、本免許が交付され、6日後の2月14日に、開局となった。なお、 宮崎シティ FM は2005年10月31日をもって閉局した。若草通り画像中央の黒のビル2階2 9 9 9年の開局から2020年までサンシャイン FM が入居していた。1999年の開局から2020年までの放送スタジオは宮崎市のアーケード街若草2の一角である黒のビルに設けられており、 一般リスナーの立ち入りが朝8時から夕方20時頃まで可能で番組見学ができた。2020年6月以降の放送スタジオは宮古市ティ専門店街の3階に設けられており、宮古市ティの営業時間内は番組見学ができる。2006年3月24日には宮崎市、宮崎ケーブルテレビと防災協定を締結。宮崎市、または 県内において非常事態が発生及び発生する恐れがある場合、宮崎市が宮崎サンシャイン FM の管理する放送設備を使用し他の放送に優先して緊急災害情報の放送を行うことを取り決めた。実際の運用として宮崎市が防災ラジオを導入して高齢者世帯等に配布し割り込み放送、防災ラジオの強制起動を用いて放送する。 J アラート及び防災宮崎市役所からの放送を宮崎市内で運用している防災行政無線と同一内容で放送する。これ以前にも宮崎サンシャイン FM は過去に台風等の災害が起きた時は繰り返し被害等の情報を放送し防災放送の役割を果たしていた。開局当時番組編成は 全放送時間の約30%を自社制作番組で編成されており、それ以外の番組供給をミュージックバードに依存していた。自社制作番組は、ウィークデーの朝、昼、夜にそれぞれ生放送番組を放送。中には、宮崎弁をタイトルにした、手毛、のんびりーのという番組や、歌謡曲散歩道といった中高年には好評の番組もあった。 2007年4月にタイムテーブルを一新し、自社制作番組を大幅改編。土曜日の宮崎ハートフルトークと日曜日の週刊市役所マガジン、健康、福祉あらカルト、ミッキーのフォークビレッジを残して、残りはほとんど新番組に移行した。開局以来ずっと続いてきたフレッシュフルーツ761と手毛、のんびりーのを終了させ、新たに 約2時間の生番組、若草ホットステーションと約3時間の生番組、サンシャインドリームを開始。これにて平日に開局時より続いた番組は全て終了した。同年10月にはさらに自社制作番組を大幅に改編し、平日の帯番組として、モーニングサンシャインと若草サンセットレディオゆうナビを開始した。これに対し開局以来の番組であった土曜日の 宮崎ハードフルトーク、日曜日の健康、福祉アラカルトが終了した。また、日曜日放送されていた週刊誌役所マガジンは番組改編に伴い、2013年3月をもって終了した。2015年から山本圭一の冠番組、極楽とんぼ、山本圭一のいよいよですよ、がスタート。2016年には、フジテレビのめちゃにいけてる。 で収録の様子が放送された。2017年から地元のサッカーチームテゲワジャーロ宮崎の番組、テゲワラジオ J への挑戦がスタート。自社制作番組は月曜日から木曜日は朝、夕のワイド番組と少々のみだが、金曜日、土曜日に集中して放送されている。ありがとうございます。